はい、本日紹介する iPhone5 のケースはこちらになります。世界最薄の 0.5mm のケース。世界最薄って書いてあるんですけど、私以前紹介した中で 0.35mm っていうのがあるんですよ。だから まずちょっとね、ここの世界最薄ってちょっと疑問なんですけど、この世界最薄よりもいいポイントがねあるんですよ。ほう、それをねちょっと紹介していきたいと思います。はい、これね 0.5mm 全然世界最薄じゃないんですが 0.35mm との違い、しっかりできてるんですね。あ、本当にあの素材ポリカーボネートです。でほらカチ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 しっかり言うでしょ。 0.35 のケース見せちゃうと思う、こういうふうに折ったらパリって割れちゃうの。だからケース自体は薄いんだけど、なんか弾力性とかそういうのはやっぱり欠けてしまうんですね。その点で言うと 0.5mm のこのケースはねやっぱりしっかりできてます。でこうやってね比べると 0.35 も 0.5mm も分かんないこれも素材感でちょっと違いはね分かっちゃうんだけど、もう全然一緒。薄い、触ってみて、薄いって、これのねどっちが薄いって分かんない、分かんないでしょ、分かんない。なんか100人いて、まあ本当に感覚がいい人しか分からないぐらいのレベルの違いなんですよ、うんうん、でいてこれねカラフル、要は薄くないからしっかり色が入れられるのね。綺麗でしょ。綺麗で、これあのカラーラインナップもねたくさんあるんですよ。そういう点が非常に気に入りました。ちょっとねつけてみたいと思います。ほらつける時もちゃんとカチッっていうこの安心感あ、色合いも綺麗だね。うん、これどう、今黒に入れたけど黒でもおかしくないけど、やっぱりこれ白かな。ちょっと白 iPhone につけてみましょう。あ、なんか綺麗だね。なんかライムグリーンって感じじゃない？うん、薄くなったように見えるね、色がいいじゃん。これどうですか皆さん、これ 0.5mm ですよ。これあのね本当に薄くて、しかもしっかり丈夫です。うん、薄いケースを探しているっていう方はね、このケースを選んでも全然いいかなと思います。ちょっとチェックしてみてください。カラーラインナップも豊富です。